おかえりああよかったすれ違いにならなくてあと10分遅かったら迎えに行こうと思ってたとこだったからだって何度メッセージ送っても全然既読つかないし電話しても出てくれないんだもんこれだけ連絡しても通じないってことは普通に考えて事件とか事故に巻き込まれたかもって心配になるのは当然じゃない てか、女子会といえど、もう少し早く帰ってくることはできなかったの楽しくて帰りたくない気持ちになるのはわからなくもないけど、女の子がこんな遅い時間に帰るのはどうかと思うよ。次から、お開きの時間が遅かろうか早かろうが関係なく、絶対迎えに行くからね。じゃないと、行かせらんない。 危ないから言ってんの。変な人はいつでもどこにでも湧くんだから。ああ <laughs>、それはそうだ。外寒かったでしょ。手洗ってうがいしておいで。その間にあったかい飲み物用意しとくね。ねえ、指輪どうしたの俺が初めてあげた指輪だよ。 絶対に外さないでねって言ったよね。その時、うんって言ってくれたのに。どうして今指輪してないの。どういうこと。ねえ。説明してよ。なんで黙ったままなの。ああ。わかった。 浮気か。女子会に行くって言ったのは、そういえば俺がいいよって言って、一人で外出できるから。指輪を外してたのは、浮気相手に会うのに指輪が邪魔だったから。なのに、今日はこんなに遅くなるまでお楽しみだったせいで、つい指輪はめるのを忘れちゃった。そんなとこでしょ、真相は。 いいよいいよ、言い訳なんか聞きたくないずっと信じてたのになこんな形で裏切られるなんてで俺のこと捨てるの悪いけど。 別れてあげる気なんかこれっぽっちもないからねもし本気で別れる気なら君を殺して俺も死ぬそうすればずっと一緒にいられるでしょ <laughs> これは冗談でも脅しでもないよ超本気 俺以外のやつに君を渡してたまるもんか <laughs> うん浮気してない本当に女子会に行ってたのだったら へ <laughs> えー、女子会で写真撮ったんだじゃあそれ見せてよスマホごと俺に貸して <laughs> うん確かに女子会行ってたんだねすっごい楽しそうだし 美味おいしそうなものばっかあこれ俺の好物じゃん美味しかった君だけ食べてずるい <laughs> 今度俺とも行こうねはいスマホ返せ。浮気してるなんて言ってごめんねとはいえ指輪がない理由とは関係ないよね 指輪はどこにあるの今すぐはめてそしたら許してあげるうんなくして見つけらんなかったそっかそっか。そっか だから帰るの遅かったんだ。もういいよ。謝んないで。<laughs> ありがとね。見つけようといっぱい走り回ってくれて。探し回るほど大切にしてくれて。その気持ちが嬉しい。今度からは、隠さないで話して。 正直に話してくれたら怒んないからいい約束だようんじゃあ次の休み早速新しい指輪買いに行こっかいいも悪いもないよ俺がそうしたいだけ身につけるならやっぱりお揃いのものが欲しいじゃん また、左手薬指に似合うのを選んであげるね <laughs> それまではこれで我慢して <laughs> 痛い。 当たり前だよ痛くしてるんだもん<笑><笑>俺が指輪のない君の手を見た瞬間どんな気持ちだったかわかれ <laughs> 胸が張り裂けそうだった。 全身の血がさーっと引いてくのが分かるくらいショックだった俺がそれだけ痛い思いをしたんだから <laughs> 君も同じくらい痛い思いをして噛みつぎりはしないよけどそれもありかもね うまく関節に歯がはまれば人間の歯でも噛みちぎることもできるし意外と簡単にそしたら正真正銘君と俺は一つになれるね <laughs> 嘘だよ ちぎったりしないそんなことしたら指輪はめらんなくなるじゃんさすがにそれはやだもん君の指には俺が選んだ指輪をはめててほしい周りのやつらに見せつけてほしい <laughs> ああハハ <laughs> ごめんね。血出ちゃってるちょっとやりすぎちゃったから後になっちゃうかもでもこれで簡単に消えることはないよまた指輪をなくしたとしても君は俺のもんだって周りには見せつけられるよね 他にももっとつけたいな、俺のものって知るし。そうでもしなきゃ、指輪がない今、他の男に手出されかねないし。<laughs> いいよね。俺のこと、好きなんだもんね。ダメなんて、言わないよね。 <laughs> 指輪をなくした罰として今夜は一晩中お仕置きね <music>